さあ始まりました、サトリズム TV 浅村でございます。ということで久しぶりの収録動画ということになりますけれども、ゴールデン TV の方では、この間にも何本か出しましたけれども、無料のサトリズム TV の方ではお久しぶりということですけれども、もう毎週のようにですね講演会呼んでいただきましてありがとうございます。で、先月1月にはですね、あの WCH ジャパン副代表の佐々木実先生と初めてのコラボ講演会ということで、まあ、佐々木実先生とはですね、以前から知り合いだったんですけれども、まあ、ようやく初めてコラボすることができまして、今後も3月には和歌山県、それから4月、5月では東京や東北の福島県でも一緒にコラボやっていきましょうということで、このコラボ講演会がですね、どんどん主催されていってるわけですけれども、この佐々木実先生とサトリズムね、このミノリズムとサトリズムのこのコラボをの目的はですね、なんといってもこのパンデミック条約に反対しようと。で、この反対していただくために必要な情報を徹底的に拡散しましょうと。なぜならば時間がないからねということで、このパンデミック条約、それから世界保健規則、いわゆる IHR の改定に関しては、サトリズム TV でもですね、割とその動画配信とかしてる人の中では比較的早かったと思うんですけれども、昨年の1月ですね、2023年の1月に世界保健規則を改定する狙いというのは、パンデミック条約を批准させるにはちょっとハードルが高いけれども、この世界保健規則の改定に関してはパンデミック条約批准させるよりもハードルが低いので、こっちから攻めてきてるんじゃないのかっていう考察動画でしたけれどもですよ、要は中身開けたらですね、ほぼほぼ一緒なんです。だからこの1年前の動画に関しては、世界保健規則イコールパンデミック条約だと思った方がいいということで、まあ動画解説いたしましたが、そこから1年が経過する中でですね、日本国内においても WCH ジャパンが立ち上がり、それからまあ国会議員の先生方も動いて議連も立ち上がり、それからあの陰謀論者の R タイプさんとか、熊本県のあの毛利さんとかがですね、一生懸命パンデミック条約反対のデモをですよ、日本各都市で展開してくれてるというような状況になりましたけれどもですね、やっぱりどん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 情報拡散をしていかなきゃいけない、もう本当に切羽詰まった局面にあるんだということで、前回サトリズムゴールデン TV において WHO に警察権限を持たせようというような危険性がありますという考察動画出しましたけれどもですね、 WHO がなぜに情報を取り締まるのか、我々が配信しているような内容をですね、誤情報デマ情報として取り締まるんだと。で、取り締まるだけじゃなくて警察権限ですから逮捕したり起訴したりするぞみたいな、まあ、権限を求めてると。この情報拡散を嫌ってるわけですね。で、この情報拡散嫌うっていうことは、つまりですよ、世間の愚民どもがですね、あれパンデミック条約っておかしくないですかっていうふうに疑問を持たれると困るっていうことですね。だから目くじら立ててるってことですから、目くじら立てるところがですね、彼らの困りポイントですから、つまり困るポイントということは彼らの弱点だということですから、我々としてはですね、この彼らの弱点をやっぱりつかなきゃいけないということで、とにかくパンデミック条約の恐ろしさ怖さね、その裏に隠された計画意図みたいなものを解き明かしていって、その情報をできるだけ分かりやすく拡散していくっていうことが大事だということでですね、そして、我々は戦う姿勢を示さなきゃいけないということですね。戦う姿勢を示されるとですね、彼らは弱いという特徴がありますので、戦う姿勢も示していくんだということをですね、改めてシェアするための動画として今日も配信していきたいと思います。ゴールデン TV でも言いましたけれども、通称パンデミック条約であって、条約と呼べるのかという、まあ、ポイントあるんだけれどもですね、これ外務省としても条約と呼べるのか合意と呼べるのかっていうのはまだ定かではありませんということですが、いろんな国際条約日本は批准してるけれども、解釈論として国際条約っていうのは憲法よりも優越する存在なんだと、まあ、いう解釈がありますけれども、だからといってじゃあ日本国憲法の中に国際条約は日本国憲法よりも上位に来るんだと、ね、優越的存在なのだというふうに規定してあるかというと、規定はしてないわけね。まあ、かといって全く触れてないわけじゃないんだけれども、まず何より憲法全文前文において日本国憲法は国際協調主義を取りますと。だからまあこの世界の流れとまあ逆行しちゃいけませんよという、まあ、この戦前の反省みたいなものがあるんだけれどもですよ、あくまで日本国内においては日本国憲法が最高法規なんだと。
いうことは明言してるわけですから、つまり日本国民にとって、あるいは日本国内に住む外国人にとっても、この憲法が最高法規ですから、何はともあれ憲法に従わなきゃいけないし、憲法を大事に守らなきゃいけませんよと。憲法を改正するにしてもですよ、絶対に残さなきゃいけない条文もある。その中で残すべき条文の中で一番大事なのが憲法97条です。まあ、97条と98条というのはまあセットになってるんだけれどもですよ、つまりこの日本国憲法が最高法規だということを定めてる条文になるわけね。だからそこ絶対改正しちゃダメだと俺は思ってるわけですけれども、サトリズム政治勉強会の憲法改正論でも解説してますけれども、自民党草案どうなってんのっていうふうに、まあ、分析しましょうよと。で見てみると、この自民党草案はですね、憲法97条丸々削除しちゃってるんです。じゃあなんで丸々削除すんのかというと、これはですね、法学部出た人はちょっと分かってるかもしれないんだけれども、この憲法97条と98条とあるわけですね、最高法規を規定してるのがね。で憲法98条の方に比較的具体的に書いてあったりするということで、憲法97条の部分は割と理念的な観念的なこと書いてあるから、テーマみたいなこと書いてあるからいらないんじゃないですかということで、97条不要論みたいなものがあるんですけど、ただこれはですね、間違ってると俺は言わざるを得ないと思うわけですね。この97条があるから98条が生きてくるということだし、この98条だけだとですね、これはちょっと危険性を伴うということなんですよね。というのも、これ97条よく読んでもらいたいんだけれども、日本国憲法が最高法規だっていうことを謳ってるんだけれども、その最高法規制の目的を説明してる部分になるわけですよ。憲法が保障するのは基本的人権なんだっていうことを言ってるわけね。でこの基本的人権っていうのは、ね、我々のご先祖、つまりこの人類が今までものすごい時間をかけ、ものすごい犠牲を払いながらも獲得してきた自由ね、自由獲得の努力の成果なんですよと。我々の自由意志こそが最高に価値のあるものなんだっていうことを認めた上で、この最高に価値があるものを認めてる憲法だから、もう最高法規なんですよと、ね、この憲法を超越するものは認めませんよと、まあ、言ってるわけですから、この前置きというかね、この最高法規制の説明がなかったら、98条だけだとですね、憲法による憲法を使った独裁の危険性があるんですよ。これはまあちょっと条文よく読んでいただきたいなと思います。で特に憲法98条の2、国際条約はこれを誠実に遵守する必要があるっていうふうに書いてるわけ。この憲法98条の2を指して、国際条約っていうのは憲法よりも上位にあるんだとか、憲法よりも尊重しなければいけないっていうような、まあ解釈論が成立しているということなわけですよね。だからこの憲法98条の2だけを残して、97条の最高法規制を持たせる目的みたいなことをですね、削除してしまうとですよ、ね、何が何でも国際条約は守らなきゃいけないと、絶対的に尊重しなければいけないっていうことになってきて、でそれを憲法98条の1で、憲法が最高法規なんだから、最高法規が国際条約絶対守れって言ってるんだから、憲法に反する国際条約でも守んなきゃいけないよねみたいな解釈が成り立ってくるということなわけですよ。つまりですね、憲法97条削除してしまうと、個人の自由がですね、いかに最高に価値のあるものなのかっていう憲法上の概念がですね、揺らぐということだし、個人の自由を制限する条約もですよ、最高法規に準ずる位置づけという扱いになってきて、つまりこの97条がなかったらですよ、憲法が何を我々に保障するのかっていうコンセプトがですね、もう全然変わってきちゃいますよということなわけですよ。だから憲法97条絶対削除しちゃいけないわけですよね。でそもそもですよね、憲法を超越する条約があるっていうんだったら、じゃあ何のために憲法があるんですかって話になるじゃないですか。立憲民主主義を無意味化することにつながってくるということなわけでしょ。だから例えばですけども、道路交通法を超越する条約がある、
ね、その道路交通法があってみんな 車の交通ルールを守ってんのに、その交通ルールを超越する条約があるって言うんだったら、じゃあそもそも道路交通法何のためにみんな守ってんのってことになるし、公職選挙法を超越する条約があるとか言ったら、ね、みんな公職選挙法を守って公正な選挙やってんのに、それを超越する条約にこう書いてあるとかなったら、ほなそもそも公職選挙法って何のためにあるみたいなことになってくるわけですから、憲法を超越する条約があるってことを認めたら、そもそもなんで憲法が必要なんてことになってくるということで、もう立憲民主主義が崩壊してしまうってことになるわけですからね。だからもう憲法97条を削除してるような自民党草案ってのはもう絶対に受け入れられないということなわけです。だから98条があるからいいでしょっていう話じゃないですよっていうことね。自由意志を制限する条約ということで、このパンデミック条約で、この WHO なんていうのはもともと正せばですね、ロックフェラー財団だということじゃないですかね。で、今実質的にはビル・ゲイツ財団だということになるわけですから、個人や民間の意思を反映するような国際機構なわけですけれども、この WHO に国家を超えた権限を与えようとしているのがこのパンデミック条約ですね。国家を超えた権限を与えるっていうことですよ。国民主権を超えた権限を与えるっていうことですから、主権がですね、国民ではなくてビル・ゲイツ財団に移りますよみたいな話になってくるわけですよ。まあ、趣旨としてはそういうことなわけじゃないですか。で、その WHO が政策提言してくるのは公衆衛生政策ですから、我々の生き死にに関係する政策をビル・ゲイツの意思が反映しやすいような WHO がですよ、国家を超えた権限を持ちますよということなわけですから、とてもじゃないけどふざけんじゃねえって話なわけですよね。で、以前のゴールデン TV で解説しましたけれども、今年のダボス会議ね、2024年のダボス会議において WHO のテドロス議長がですね、こう言いましたね。反ワクたちのせいでね、せっかくここまで一生懸命作ってきたパンデミック条約の議論が台無しになったんだと。各国政府がなんかもう足並み揃えなくなっちゃったと。反ワクたちのせいだと。従って反ワクたちが出している情報を取り締まらなきゃいけないと。で、その取り締まるための権限を WHO によこせみたいなことをまあ言ったわけですね。つまり情報統制させろっていうことなわけですけれどもですよ。これは元からですね、パンデミック条約の中に入ってるんですよ。パンデミック条約の元々の条文の中に情報統制に関しても権限を持つみたいなこと書いてあるわけですから、反ワクたちのせいでパンデミック条約が破綻危機にあるからパンデミック条約を通せみたいなことを言ってるのと同じだっていうことなわけですよ。同じでしょ。だってもともとパンデミック条約の中に情報規制の権限を WHO が行使するって書いてあるわけですよ、ね、情報規制しますよって書いてある条文が入ってるパンデミック条約がダメになりそうだから、みんなパンデミック条約批准しろって言ってるのと、まあほぼほぼ一緒なわけですよね。つまりそれぐらい情報の拡散によって世間が、あれパンデミック条約ってここまで権限持つっておかしくないですかっていうふうに疑問を持つことを恐れてるってことでしょ。で、冒頭も言ったけれども、 WHO が目くじら立てるところが彼らの弱点だからね。弱点ついていかなきゃいけないっていうことで、やっぱり情報を拡散しなきゃいけないんだけれどもですね、この日本なんかっていうのはもうパンデミック条約の議論の副議長国ですから、おそらく批准しちゃうと僕は思うんですよね。だからまあこれだけ頑張って動画出してるわけですけれども、で、この日本がパンデミック条約批准してしまうとですね、このパンデミック条約に基づいていろいろな関連法を作んなきゃいけないわけですね。で、関連法を作る中においてSNS、Facebook とか Twitter とか、まあこのニコ動もそうかもしれませんけれども、この各 SNS の情報規制、情報統制がより一層厳しくなるってことは間違いないと思います。だから今 YouTube はもうろくなこと言えないから、YouTube で頑張ってる YouTuber さんっていうのは、ほとんどが隠語を使わなきゃ、こういう、ね、本当の情報って出せないんだけれども、でその一方でこのニコニコ動画さんなんかはですね、このそういう意味では言論を守っていただいてますけれども、パンデミック条約に基づいていろんな関連法が整備されていくと、さすがのニコ動でもですよ、隠語使わなきゃいけなくなってくる可能性が極めて高いということだし、 WHO が偽情報だというふうに認定すると下手しい日本の警察が動き始める可能性だってあるわけですね。日本の警察が動くということはですよ、例えばこのサトリゾム TV を配信した私をですね、逮捕したりとか、あるいは起訴したりとかっていう
流れにもなりかねないということですから、これ今までのこの YouTube が動画を削除してチャンネルバンしたとかっていうレベルじゃなくなりますよと。これだけの恐ろしい可能性がある中で憲法97条がなかったらどうなりますか。98条だけだとですよ、国際条約は絶対守れと最高法規である憲法が言ってるってことになるわけですから、パンデミック条約絶対守んなきゃいけないと。で、パンデミック条約で WHO が偽情報流すな、取り締まれ、逮捕しろ、起訴しろってなったら、しなきゃいけないってことになっちゃうんですよ。だから、憲法97条がいかに重要な条文かっていうことをですね、我々は改めて認識する必要があるし、それをシェアして拡散しなきゃいけないっていうことなんですよ。で、このパンデミック条約の危険性、そして国際保健規則、IHR の改定の問題点みたいなことをですね、改めて、要約しながらちょっとシェアしていきたいわけですけれども、まあ、これはこの佐々木みのり先生がこの間のコラボでもですね、きれいにまとめていただいておりましたんで、まあ、そこで先生が指摘された問題点を中心にちょっと情報を出していきたいと思いますけれどもですね、このパンデミック条約の危険性というのはもうまさにこの立憲民主主義を根底から揺るがす危険性があるということでしょ。つまりその国民主権無視で、国民主権無視ってことはまあ人権も無視される可能性がありますよということで、なんといっても WHO の議長が独断で、ね、その加盟国の政府の了解なしにパンデミック宣言を出せるっていうことなんですよ。で、パンデミック宣言って出しちゃったら、このパンデミック条約に基づいてこの公衆衛生政策の主体が国民から WHO に変わると。だから例えば日本では厚生労働省に決定権がなくなって WHO が全部を決定するんだという権限が移っちゃうということなわけですからね。日本政府の了解なしにテドロス議長が、あ、日本パンデミック発生みたいなことを勝手に言えちゃうんですよ。で、言われたらそれにまあ一応従わなきゃいけないと。反論するっていうその権限がないわけですからね。従わなきゃいけないと。ということはですよ、厚生労働省が日本の公衆衛生政策を決定できないわけですね。WHO がワクチン打てっつったら、まあ、打たなきゃいけないし、ね、移動するなっつったら移動制限課さなきゃいけないっていうことになってくるということで、もう完全に国民主権をですね、揺るがす条文が入ってると。しかもこのパンデミックの定義ね、この厚生労働省はパンデミックの定義ってのはございませんと。いや、パンデミックの定義がないって2020年以降パンデミックって言って緊急事態宣言とか出したのに、この定義もなく緊急事態宣言出してたんやんっていう話になってくるわけですよ。つまり何の根拠もなく緊急事態宣言を出したことで、ね、その国民経済っていうのは大打撃を受けたじゃないですか。で、定義がないんだったらですよ、パンデミックって宣言しても次の日にパンデミック終了って俺が言ってもいいわけでしょ。サトリズム、お前勝手にパンデミック終了って言うなって、いやいや、パンデミックに定義がないんだから俺が終了って思ったら終了だろうがよということもまあ言えちゃうわけですから、パンデミック定義がないんだということですよ。で、これは元参政党の吉野先生がですね、このパンデミックの定義ってどうなってるんですかっていう、このまあ議連の総会の中で質問したことによって、いや、実はパンデミックっていう定義がございませんってことがですね、明らかになったと。まあ、ちょっと話はずれますけれどもね、この参政党を飛び出したくせに、こんなところに参加してみたいなんで、こう、まあ、批判もなんかちょっとあったようですけれども、その参政党残ってる人も、それから参政党ダメだと思って出た人もですね、反グローバリズムっていうことでは一致してるわけだし、ね、もっと言うとワクチン反対っていうことでは一致してるわけじゃないですか。だから、参政党から出ようが、出まいがですよ、今我々がやるべきことっていうのは、同じはずなんですよ、ね、行動を起こしたら、まあ、きっとみんな同じなはずなわけです。同じ方向向いてるわけですよ。だから参政党飛び出したから工作員だとかっていうのはですね、浅はかな考えなんだっていうことに、まあ、気づいてほしいなというふうに思いますよ。工作員だったら反グローバリズムの総会なんか出てこないじゃないですか。ワクチン反対の総会出てこないでしょ、工作員なんだから。本当、工作員だったらパンデミックの定義を教えてくださいなんて質問しないじゃないですか。みんなが目覚めちゃうから。ほんで厚労省もですよ、いや、パンデミックっていう定義はございませんっていう、まあ、
答弁してるわけですから、これ工作員だったらこんな質問しないわけです。なぜならば工作員っていうのは分断がミッションだし、ね、情報撹乱がミッションなわけですから、これどう考えたって工作員がやるべきことじゃないじゃないですか。しかもですよ、参政党の内部を撹乱しようとかね、参政党の内部を分断していこうっていう工作員が参政党から出ていったら仕事になんないでしょって話なわけですから、参政党から出ていった人たちというのは分断工作の影響で出ていった人たちですからね。つまり工作された側だっていうことですから、そういうことから考えたらですよ、未だ参政党の中に残ってね、あんな出てったやつは工作員だけしかなんと二度と戻ってくるんじゃねえみたいな発言をしてる人こそ工作員である可能性が高いし、あるいは工作員っていうのはバレたらまずいわけですから、表に出ずに裏でこそこそ、ね、地味に活動してる人こそが工作員である可能性が高いじゃんってことなわけですよ。これもう普通に考えたらわかることなんですよ。まあ話は元を戻しますけれどもね、このパンデミック条約の怖さの一つとして、 WHO の議長が日本政府の了解なしにパンデミック宣言を出せるんだという、このむちゃくちゃな内容になってるってことね。それからウイルスの機能獲得実験、これはまあいろんな各国が、ウイルスの機能の獲得実験っていうのをまあアメリカとか禁止してたりするわけですよね。だからいろんなその安全措置を取らなければあまりに危険な実験なのでやっちゃいけませんってことになってるわけですけれども、このウイルスの機能獲得実験の安全基準を緩和するということが盛り込まれてる。安全基準を緩和したらえらいことになるけれども、それ取り締まらないんですかと、ね、そこは WHO 警察出てこないんですかと、出てこないんですよ。でそこは各研究所とか製薬メーカーの研究機関の、まあ、努力に期待しますみたいな、ね、お任せしますみたいな、そこは任せるのに、この SNS とかで情報拡散してるやつらを取り締まろうっていう肌ですからね、もう矛盾してるわけですよ。機能獲得実験やってるやつらを取り締まるよと。なんで取り締まらないかというとですね、パンデミック条約を推進している背後にいるのが製薬メーカーだってことですよ。つまり製薬メーカーたちが儲けるためのパンデミック条約だということなわけですね。で、その証拠にですよ、パンデミック宣言が出て、ね、パンデミックだってことになると、この WHO を通じてですね、製薬メーカーへ予算をばらまきますみたいな内容になってるんですよ。つまりパンデミック宣言出してもらったら、ね、そのワクチン作ってる製薬メーカーとか、治療薬を研究してる製薬メーカーは、お金がもらえるってことになるわけですから。機能獲得実験をやらないとワクチン作れないわけですからね。で、そこを安全基準緩和して、で、それが危ないとかって言ってるインフルエンサーを取り締まって、で、パンデミック宣言を出してもらったら、もう自動的に製薬メーカーが儲かるような。でもその WHO からお金がばらまかれるような仕組みになってると。でもうそんなことですから、もうろくなワクチンができないわけですよね。パンデミック条約に基づいてワクチン接種が進められたら、もう間違いなくワクチン被害者が出ます。だけれどもですね、ワクチン後遺症の被害者の救済措置っていうのは期限付きだと、一定期間で発症した人しか後遺症を認めませんっていう内容になってますよ。だからこれワクチンの後遺症の救済を期限付きでやるってことになると、これ2年経ってからなったってそんなものは認めませんよと。パンデミック宣言が出ると製薬メーカーはじゃんじゃんお金がもらえるけれども、一定期間を過ぎたら賠償しなくていいですよということになるわけですよ。これもうむちゃくちゃじゃないですか。だからこれパンデミック条約の観点からいくと、その加盟国がいやそれでもさすがに国民がこんな病気になって救済しなきゃいけないと、ね、ワクチンのせいかもしれないから国家予算で救済しますよって、仮にですよ、一定期間過ぎてから国民のワクチン後遺症を救済するとですね、もしかするとパンデミック条約違反みたいなことを問われる可能性はあるわけですよね。まあ、こういういろんな問題点をはらんでるということで、もうこれだけとってもですね、パンデミック条約ってのはもうむちゃくちゃだということなんですよ。で、こんな条約からやっぱり国民を守るためには日本国憲法97条これ削除することはもう大問題だと言わざるを得ないわけですね。で、続いて IHR の改悪ね、国際保健規則についてもいろんな問題点があります。WHO っていうのが今は公衆衛生政策の諮問機関。まあ、諮問機関だから、まあ、いろいろ研究したり情報集めたりして、まあ、この方がいいんじゃないですかとかね、こういう政策どうですかっていう、まあ、提言するという、まあ、範囲内の仕事なわけですね。諮問機関。でもこれが IHR 改定の5はですね、
統治機関に変わるんです。統治機関というのはつまり加盟国の公衆衛生政策の権限を持ちますと。これだからパンデミック条約とほぼほぼ内容一緒なわけですね。そういうふうに変更されてると、そりゃフィリピンとかね、いろんな国がそりゃ拒否しますよってな話なわけですよ。だって諮問機関ですからね、アドバイザーとかコンサルみたいなもんでしょ。つまりその例えばその民間企業で言うとですよ、会社が雇ったコンサルアドバイザーがですね、気がついたら社長権限を行使するとか、あるいは株主権限を持ってますみたいなもんじゃないですか。こんなもんアドバイザーでもコンサルでも何でもないじゃないですか。その支配者ってことになるわけじゃないですか。で、この公衆衛生政策の権限を持ってもですよ、国や地域によっていろいろと状況違うわけですから、ね、この、まあ、こういうやり方とこういうやり方とこういうやり方と、まあ、いろいろありますよっていうふうに選択肢を認めてくれればいいけれども、いや違うんだと。ワンヘルス。例えばコロナが流行ったらもうこの薬しか使っちゃダメ。この検査薬しか使っちゃダメとかっていうふうに、このワンヘルス。もう強制医療ですよ。ワクチン打たなきゃダメとかってことになってくるわけですよ。だからこんなもん作ってるような会社はですよ、 WHO に認めてもらおうと思ってですね、それはパンデミック条約推進を一生懸命推すし献金するしみたいなことになってるわけでしょ。その諮問機関から統治機関っていうのはものすごいその権力を持つに至ったのにですよ、至ってるのに、あの民間からもどんどん献金受け付けますって話でしょ。こんなもん総理大臣がその裏金もらえますみたいなのとほぼほぼ一緒なわけじゃないですか。だったら民間からの寄付金を WHO は受け取ってはいけないっていう規則を作れよって話なんですよ。こんなもんなんぼでも民間から寄付受け付けますよとか言うたら、そりゃ作ってる会社は WHO に寄付してね、で自分らの薬が認めてもらえるように賄賂積むじゃんと、その寄付金という名の賄賂払うじゃんって話じゃないですか。つまり統治権を持ってる人が寄付受け取れる状況になってるっていうのがもうおかしいわけでしょ。つまりその支配力を持って統治権を持つんだったら寄付を受け付けないっていう風にしなきゃいけないってことですよ。まあ、こういう IHR の改定はまあ認められないということなわけでしょ。でさらにはですよ、潜在的なパンデミックに対してもパンデミック宣言できますよという内容になってるんですよ。潜在的なパンデミックっていうことはですよ、今はまだ起きてないけれどもそのうち起きるだろうみたいなことですよ。潜在的なパンデミックですから、あの前のゴールデン TV でも言いましたけれども、未知の疫病 X が来ると。え、それって何ですかって、分かんない、だってまだないんだもん、そんな病気ないし、そんなウイルス発見されてないから分かんないけど、分かんないけどそのうち未知の疫病 X が流行るからと。あ、そうなんですかと。だからそのウイルスが何なのか分かってないけれども、その未知の疫病 X に対応するワクチンを今から作りましょうみたいな、もうそんなむちゃくちゃな話になってるわけですよ。潜在的なパンデミックですからね。これに対してパンデミック宣言出せるんですから。もう極端に言うとですよ、今日本人みんな健康だけれども、今健康かもしれないけれども3年後にパンデミックが発生するかもしんないから、今からパンデミック宣言出しとくねみたいな話ですよ。だから今からワクチン打てよとかね、で今から移動制限かけますみたいなことなわけですよ。もうむちゃくちゃなんですよ。それはだって今から10年後にパンデミックが流行るだろうとかって、いやそれぐらいの予言だったら俺でもできるやんか、そんなね、いろんな感染症流行ってるわけですから、そんなもんすぐパンデミックになりますよ。でそれを潜在的パンデミックで言われても困りますよっての話ですからね。だからその潜在的な、だから3年後にパンデミックが起きるかもしんないから今から情報統制しますみたいなことがですね、極端な話できちゃうよという内容になってるわけですね。でですよ、この潜在的なパンデミックの発生に備えてグローバルヘルス証明書を用意しましょうみたいなことになってるわけですよ。このグローバルヘルス証明書たるものはですね、これは以前のサトリズム TV でも考察しましたけれども、もうだいぶ前ですけどもね、生体情報をよこせっていう話になりますよとね、これもだからもう2年ぐらい前の動画ですけど、もう2年ぐらい前からサトリズム TV は生体情報を開示しなさいと、生体情報をよこせよこせって言ってくるよと警鐘鳴らした通りなんですよ。でこのグローバルヘルス証明書で自分が健康であることを常に証明しなければ、例えば国境を越えちゃいけませんよとかね、移動しちゃいけませんよとか、飛行機乗っちゃいけませんよっていうことが可能になってくるってことですよ。でその通りになってきてるのがこの IHR の改定ね、グローバルヘルス証明書をやっていきましょうと。でこのダボス会議においてもですよ、今年のダボス会議においても、世界市民としての身分証明書グローバル ID を進めていくんだってことがですね、もう決められてて、なんとオーストラリアは今年の7月からグローバル ID 始めちゃうということなんですよ。
アメリカでももうその法案が提出されてるわけですし、日本でもマイナンバーカードね、あのデマ太郎がですよ、マイナンバーカードと銀行口座は紐付けしませんとか言ってたくせにですよ、全然紐付けられてるやんって話ですよ。ね、だから日本においてはこのマイナンバーカードも、ゆくゆくはですね、グローバル ID、そしてグローバルヘルス証明書にとって変わるわけです。このデジタル通貨、世界統一のデジタル通貨が採用されて、で、このデジタル通貨の決済ツールとして、このグローバル ID カードみたいなものを提示して決済すると。で、その中には生体情報も入ってるっていうのが、これが一番怖いんだということなわけですね。そしてこれがベーシックインカム。生きていくための最低限の生活保障と結びつけられて、生体情報によってベーシックインカムがチャリンチャリンと発行されるような、まあ、状況がどんどん整いつつあるということでしょ。で、この生体情報と口座情報がつながるとですね、我々はもう生殺与奪権を握られてるってことですよ。ね、WHO がこの情報は偽だっていう情報をですね、例えばニコ動で喋っただけでデジタル通貨が決済不可能になるわけですから。つまりお金払えないってことになったら物買えないわけですから、食事、ね、その食料買えないとかになるわけでしょ。で、しかもこの生体情報でずっと監視してるわけですから、はい、浅村さん、あなたコロナになった可能性がありますよって、いや、元気ですよって、いや、コロナになった潜在的な危険性がありますよと。潜在的な危険性ですかと。そうです、あなた来月ぐらいにコロナになる可能性があるので、もうね、もう今から、行動制限してくださいと。嫌ですと。嫌だって言うんだったらデジタル通貨使えないようにしますよと。だって潜在的なパンデミック宣言ができるっていうことですよ。個人に落とし込んだらね、来月あなたがパンデミックの原因になる可能性があるんですよと。え、パンデミックの定義あるんですか？そんなものありませんよ。ないっておかしくないですかって、ね、そういう疑問に思うってこと自体がもうその誤情報なんだと。だからその WHO 警察が逮捕しますみたいなね、もう極端に言えばこういうことが可能になってくるわけですから、めちゃめちゃ怖い。だから生体情報とデジタル通貨とがこれ一本化になるっていうのがいかに怖いかということです。そしてこれが完全なる支配、グレートリセットが完成する時だということなわけですね。で、このグレートリセットが完成して世界統一政府ができるぞというとですね、我々はどこかにですよ、世界統一政府ビルみたいなものがドーンとできてですね、ほんでその世界統一政府国会みたいな議事堂ができてっていうような、なんかイメージを持ちますけれども、まあその可能性もあるんだけれどもですね、今、可能性として高いのは、いわゆるですね、デジタルガバメントだということですよ。実体はないけれどもデジタル仮想空間上に世界政府があると。で、このデジタル上の世界政府にみんなが従うというようなことで、つまり簡単に言うとですね、 AI による世界統治構想だということね。これはもうダボス会議がこれを提唱してるわけですから、必ずそうなっていくだろうということなんだけれどもですよ、じゃあこの世界政府、デジタルガバメントを司る AI のアルゴリズムってのは一体誰が考えたんだって話じゃないですか。この AI のアルゴリズムをプログラミングしたやつのやりたい放題じゃんってことになってくるわけですけれども、おそらくこのデジタルガバメントで世界が統一されていくんじゃないだろうかというふうに、まあ、サトリズム的にも読んでおりますけれどもですよ。こうやって考えるとね、もうパンデミック条約は最悪だし、IHR の改定も最悪だしね。ほんでこれを拒否したフィリピンとかね、いろんな国で地震が起きたり火事が起きたりとかっつっても、それも暴力に訴えてこられるわけでしょ。もう最悪じゃんと。おまけにこのパンデミック条約をね、進めましょうっていうその、会議の副議長国が日本ですから、これはおそらくね、日本は加盟すると思うんですね。ほんで蓋開けたらもう日本ぐらいしか加盟してませんみたいなね、まあそういうオチなんじゃないかなと思うわけですけれどもですよ、まあこう考えるともう日本は絶望的なんだけれどもですね、ただやっぱ我々はですね、常にいろいろ考えていかなきゃいけないわけですね。というのもですよ、このパンデミック条約にはパンデミック条約を違反した罰則規定っていうのがないんです。つまりこの WHO の議長がパンデミックだと、日本パンデミックだからこうしろああしろって言われても、分かりましたって言いながらやらなかったとしてもですね、罰則規定ないわけですね。この条約違反に関する明確な罰則規定はないんです。まあ批准したら2年間は辞めれないってことにはなってますけども、辞めれないだけで別に守らなきゃいいわけですよね。この WHO の議長が、はい、日本パンデミックですよって言われて、分かりました、ほんなんワクチン打てとか何しろって言われてもですね、それ守らなきゃいいんです。で、守らなかったとしても明確な罰則規定は今のところはありません。
だから罰則規定を盛り込まれる可能性もまあ注意しなきゃいけないんだけれどもですね、一番可能性が高いのはパンデミック条約自体には罰則規定はございませんよとね、守らなかったとしても別にどうのこうのなりませんよと言いながらですね、加盟国が批准した後はですね、パンデミック条約に基づく関連法みたいなものを作っていかなきゃいけないわけでしょ。でその中において国民を制裁する法律ね、国民に対して、そのパンデミック条約に基づく政府の政策決定に従わなかった人は逮捕しますとか罰金を課しますとか、まあそういった関連法が作られていくっていう可能性が極めて高いんじゃないかなと思うわけですね。だから日本においてもこのパンデミック条約に基づいて日本政府がこういうことをしたら絶対に従ってくださいという可能性が高いわけですから、まあ、そういう状況を考えたとしてもやはり憲法97条が我々に対して保障してくれている自由意志ですね、この97条がいかに重要かということですよ。97条を削除するようなことは絶対に許されないと。そしてこの憲法97条が生きてさえいればですね、パンデミック条約に批准した後にもですね、従わない選択権も残されてるんだということなわけですね。まあもちろん従わなかったら地震が起きたり火事が起きたりしますけどもね。だからその屋根を青色で塗らなきゃいけないとかっていう、まあそういう手間はあるけれどもですね。そして憲法97条に違反するパンデミック政策っていうのは実行できないわけですからね。だから自民党草案による憲法改正っていうのは我々絶対に反対しなきゃいけないということなわけですよ。でこの憲法改正反対って言うとですね、このエセ保守の人たちがですよ、いやこの憲法9条のままだとね、日本をこの国防っていう観点で見て日本を守らないんだと、自衛隊が戦争できないんだということを言いますけれどもですね、嘘つけやって話なわけですよ。ウクライナ戦争にもう加担してんじゃんと、憲法9条があるのに戦争当事国に兵器バンバン出してるんですからね。ほんでウクライナの戦争を止めるなみたいなんで、ウクライナの戦争止めてないのは日本ですからね。そういうことやっといてですよ、憲法9条を変えなきゃ日本守れないとかって嘘つけた話ですよ。憲法9条なんか誰も守ってないじゃんっていうことですからね。だから憲法9条のままでも国防の戦争はできます。日本を守るためのいざという戦争はできるわけですからね。それよりもですよ、憲法97条絶対守んなきゃいけないって話なわけですよ。でそれでなくてもですよ、このパンデミック条約とか以外にもこの公衆衛生政策を使って我々の人権をですね、どん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 侵害していく、規制していく流れになるわけですね。例えばアメリカの CDC は今年2024年の未成年者へのワクチンスケジュールを大幅に拡大して、だからアメリカの子供たちっていうのは大変ですよ。18種類のワクチンをですよ、打たなきゃいけないんですよ。18種類のワクチンを76回以上も接種するみたいな、そういうワクチンスケジュールをアメリカの CDC が発表したわけですね。それからそのワクチンを打つ人への情報開示ね、インフォームドコンセントもなんかその基準も緩和していくということですから、インフォームドコンセント必要ありませんよと、つまりワクチン接種者に対してこういう危険性がありますとか、こういう成分が入ってますってことを情報開示しなくてもいいですよみたいな流れですからね。つまり我々は何も知らんまま76回もワクチンを打たされていくんですよということなわけでしょ。でアメリカでこういう流れになってるってことはですね、日本版 CDC もできたということですから、日本でも間違いなくワクチンっていうのはむちゃくちゃ拡大されていきます。だけれどもこの流れを加速させずに少しでもブレーキをかけるためにはですね、 WHO が目くじら立てることをしなきゃいけないんです。つまり情報の拡散です。ね、世間の何にも考えない人たちがですね、あれでもちょっとこのパンデミック条約ってちょっと変だねと、えらい高圧的だなとか、えらい強制強制言うよねっていうふうに疑問を持たせるということです。この疑問を持たれると彼らは困るわけですから、従ってですね、この動画を見ている人はですよ、もう一人でも多くの人にこの情報を届けてくださいと。ね、このサトリズムが喋ってるんじゃ、こんなうさんくさいやつが喋ってるから聞かないっていう話だったらですね、この動画を見てるあなたが説明してください。あなたが文字に書いたり、ね、動画を撮ったり、あるいはそのツイッターに書いたりと。いうことで、もう今日からですね、もうアウトプット全力でしてくださいということなんですよ。だから SNS のアカウント持ってない人はですよ、Twitter でも Facebook でも YouTube でも何でもいいんですから、SNS のアカウントを開設して、
自分なりの情報発信をしてください。ね、で情報も探せばもうたくさん落ちてるわけですし、もう皆さんは下手しいサトリズムよりもですよ、このパンデミック条約とかワクチンに関する情報を持ってるわけですからね。あとはそれをアウトプットするってことです。とにかく拡散拡散していかなければですよ、誰も疑問に思わないと。ね、でこの疑問に思えばですよ、戦うっていう選択肢が見えてくるんです。疑問に思わなければ戦う選択肢にならないわけですね。そして戦う姿勢を示すとですね、彼らはひるむんです。やり方を変えてくるっていう特徴があるということで、一人でも多くの人がですね、この情報を拡散するために SNS でアカウント開設してください。動画撮ってください。ツイッターに書き込んでください。ということをですね、シェアして今日も終わりたいと思いますけれどもですよ。この動画を作るにあたっていろいろ情報提供していただきました佐々木みのり先生とのコラボがですね、何件か決まっておりますけれども、まずは3月10日、和歌山県白浜町におきまして、佐々木みのり先生とサトリズムによるコラボ企画第2弾ということで、これはですね、この講演会には、WCH ジャパンも講演についてくれておりますのでですね、ぜひ、できるだけたくさんの人に、まあ、和歌山のその白浜って言ったら温泉街ですから、まあ、講演聞いて、温泉入って、ちょっとお金落として帰っていただくということで、まあ、白浜を盛り上げていただきたいなとも思います。それから、ちょっと前後しますけれども、今月2月23日、翌日から私はニューヨークへ飛びますけれども、そのニューヨークへ飛ぶ前日、2月23日はですね、黄金の国だったジパングということで、我々人間と金、ゴールドとの関係性、これはですね、ちょっとこの超古代からサトリズムならではの、この情報に基づいて超古代から解説していって、なぜ金が価値があるのか、そして大量の金を誰が持ってたのかみたいなことをですね、解説する黄金の国だったジパング予定しておりますので、ぜひ、チケットをお買い求めいただければと思います。そして、先日横浜でやらせていただきました変な本能寺の変というタイトルで、この暗殺劇の裏側はこんな感じになってますよということで、本能寺の変を考察しました。で、これは本能寺の変がこうだっていうことを知って、よかったねっていう話じゃなくて、暗殺劇によって時代が大きく動くっていうことはいっぱいあるわけですけれども、安倍さんの暗殺の背後にどういう動きがあったのか、そして安倍さんの暗殺が意味するものね、安倍さんの暗殺によって日本の運命がどのように変わったのかというところに、まあ、着地していくための変な本能寺の変がですね、大好評だったということでですね、これまあそのネタバレになりますから、これ文字出さないでいただきたいんですけれども、変な本能寺の変をですね、3月30日に京都でもやってくれということで、3月30日変な本能寺の変 in 京都ということで、京都トガトガさんにてトーク&ライブを行いたいと思います。だから横浜に来れなかった方はですね、ぜひ3月30日京都トガトガで、まあ、非常に音響もいいライブハウスやらせていただきますので、歌も楽しんでいただきつつ、この変な本能寺の変の講義を聞いていただきたいなというふうに思います。それから4月7日にはですね、みのり先生がですね、このサトリズム TV ニコ生ライブに登場予定ということで、まあ、ちょっとここではさすがに狭いのでですね、みのり先生の病院のホールをお借りして、そこからサトリズムとこの佐々木みのり先生でニコ生配信を行いたいなと思いますので、また情報出しますので、ぜひそれも見ていただければなというふうに思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ニコニコ動画のフォローおよびその他あれもこれもいろいろとよろしくお願いいたします。